こんにちは、ばあばです。今日はこの蝶々の折り方をご紹介していきます。折り紙1枚で折れる蝶々です。では早速作っていきましょう。用意する折り紙は15センチ四方の折り紙が1枚です。まず色の面を上に置いた状態で、縦と横それぞれ半分に折って折り筋をつけます。裏返して白の面を上に出して、次は三角形に縦と横それぞれ半分に折って折り筋をつけていきます。そして色の面を上にした状態で、今ついている折り筋通りに折りたたむと、このように自然に三角形に折ることができます。次は上の角を下の縁に合わせてまっすぐ折り下げます。開きます。一度裏返します。そして今ここに縦と横に折り筋が交わっている、ここが折り筋が交わっているところですが、ここから上の縁を反対に折っていきます。この折り筋の中心からこのように折って、そしてこの縁と縁がぴったり合うようにして折ります。一度開いてこちら側の縁も同じように折っていきます。この折り筋の交わるところから反対側に折って、縁と縁がぴったり合うように折ります。しっかり折り筋をつけたら開いて、今折り筋がまずこのように谷折りの折り筋が斜めにこのように2本あって、そして山折りの折り筋が横にこのようについています。次は上の角をこの折り筋の交わるところにぴったり合わせるようにして折ります。折り筋をしっかりつけておきます。そしたら一度全部開きます。そうすると中心にここに正方形の折り筋がついています。このように四角い折り筋がついていますが、この四角の折り筋を山折りに折り筋をつけていきます。
ように山折りの折り筋にして、そしてさっきつけた折り筋、この赤い線で引いた折り筋が谷折り、黒い線で引いた横の折り筋が山折りになるように折っていきます。谷折り山折りと折り筋通りに折りたたむと、このような感じに折りたたんでこれます。このように折れたら裏返します。そしてここの縁をそれぞれ中心の折り筋に合わせております。このように上に折り上げます。そしたら今折った部分をこのように立てるようにして、この今立てた部分の中に指を入れるようにして、このように開いてで、角がここの中心にぴったり合うようにして、このように四角に広げております。こちらも同じように一度立てて中を開いて、このように角が中心にぴったり合うようにしております。そしたら中心に来たこの角を反対側の角に向けて、このように折り上げて、ここの角より少しずらして、少しずらしてこのように折ります。こちらも同じように反対側の角に向けて折り上げて、この角から少しずらしたところで折っておきます。そしたらこの角と角を結ぶ線で、この角を裏に折り返しておきます。この中心の線で裏にこのように折り返します。こちらも同じようにここの斜めの真ん中の線で角を裏に折り返します。そしたら次はこの2つの角も下に下げておきます。そしてこの下の縁をここの斜めの折り筋に合わせてこのように折り上げます。ここまで折れたら裏返します。そうしたらこの四角の部分が自分の方に向くように上下を返して、中心で半分に折ります。そしてここに横に一本折り筋がありますが、この折り筋が谷折りになるように、この半分に折った真ん中に指を入れるようにして、このように広げております。そして今広げた部分の手前半分はこちらに折り返します。
反対側にこのように折り返しておきます。そしてここまで折れたら、この状態で中心を開くと、このように蝶々の形ができてきます。上の角とこの下の角を結ぶ線で羽を外側にこのように折ると、右と左両方とも羽を外に広げるようにして折ると、これで蝶々の完成です。今は片面が白の折り紙で折ったので、この部分に裏の白い部分が見えてきていますが、最初に見本でお見せした蝶々は両面折り紙で折っています。こちらの蝶々はこのようなグラデーションタイプの両面折り紙で作ったものですが、この部分に裏の色が出てくるので、両面折り紙で折るともっと片面で折る蝶々よりも可愛い蝶々になってくると思います。そしてこれは15センチ四方の折り紙で折ったものですが、7.5 センチ四方の4分の1のサイズの折り紙で折ると、このような小さな可愛い蝶々になります。ぜひいろいろな折り紙で折って可愛らしい蝶々を作ってみてください。